はい、今回ですけどマーベルツムの確率アップがね、今月ラスト来ました。で、まあ、二度とね手に入らないというところで、まあ、皆さん引いていただきたいんですけど、はい、自分はですね今トニー・スタークがスキルレベル5の 55% で、ソーとハルクはスキルマンというところで、まあ、トニー・スタークをねとりあえずスキルマンにしたいという感じになっております。はい、今回は3つむだけなんで、ジョーバ・ソフィアとエレナは、対象外と。で、まあ確率見ていくと思った以上に低かったんですよこれマジでマジで 19.64% ということで、まあ 20% というところで、まあ5分の5回引いたら1回出るかなという確率ですね。はい、でまあラインナップ的にはガストンが今回入ってるので、いやこれはちょっと熱いかな。ガストンが入ってるのは熱いんだけど、まあちょっとトニー・スタークの確率アップが想像以上に低かったなっていうのが、ちょっと痛いかなというところですね。はい、で今260万ぐらいあるんで、まあ6回引いて1体手に入るという確率でいくと、まあ18万で1体手に入ると。で260を18で割ると、まあ大体14体手に入るので、まあ自分はねあと9体でスキルマンなので、まあ実質もうスキルマンは確定しているんじゃないかぐらいの、確率になっているというところで、ちょっと前回ねひどかったんで、今回こそはというところを見せていきたい。じゃ早速いっていきましょう。もうどんどん行くから。はい、出た、来ないまあまあまあ、まずこれで2回目ね。メーターもあとちょっとでスキルマンですね。はい、これ3回目。 OK、 3回目にしてトニー・スタークが出たのはでかい。はい、ここからまた6回のうちに1回出ればいい。マキシマスの確率高ない。まあどんどん行きましょう。オッケー。めちゃめちゃいい。今のところ確率めちゃめちゃいいよ。オッケーだよ。オッケー。5分の1の確率の割にはめちゃめちゃ出るね。オッケーで、これさ、オッケーってしてる？これさ、ライアーゲームの福永がよくやってた、オッケーっていうのを真似してるんだけど、はい、以上。いや、でもいいよ、確率的には。これで2回目でもう一回来てしまえば、オッケーだよ。オッケー。ちょっと待って、ガストン欲しいのにトニー・スタークめっちゃ来すぎて、ガストン一体も手に入らないパティーンだよこれ。まさかの。おお、ブルーフェアリーか。ブルーフェアリーもなかなか強いんで、はい、嬉しいですね。オッケーだよこれ。マジで。え？ほんまに？確率やばない。え？前回が嘘みたいやんこれ。 19.64% やんな。え、マジでもうスキルマンになっちゃうやんこれ。いや、まあそれは嬉しいんだけどさ、6月の新ツムアラジーに向けてコインが取っとけるのでめちゃめちゃ嬉しいんですけど、さあフック船長か。さあそろそろもう一体出てほしいぐらいかな。エレナか。エレナよりジョーバーがいいんやけど、まあ、スキルレベル5になりましたね。さあ、どうだ。そろそろ、いや、そろそろ来てほしいんだけど、来ないな。ここに来て失速か。いや、でもそろそろあと2回ぐらい引いて出れば、まあ、確率的には OK。OK だ。いや、マジで確率やばない、今回。え？どうした？どうした？
確率以上にめちゃめちゃ出てるんやけど。さあ、あと2体か。あと2体。やば、やば、やば。やば、また来てしまった。やば。あと1体なんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、めちゃめちゃ確率良くない？まだ60万も使ってないから、50万しか使ってないからね。え？だって30万でさ、10連やから、45で15連だろ？まだ17連ぐらいしかしてない、多分。やばいやばい、17連中もう、あれやん、7体来てるから。7体、8体か。8体だな。8体来てるから。半分、あれ？ほぼ 50% の確率で来てるやん。やば。やば。50% の確率で来てない、これ。これできたらもう神だよ、神、神。さすがに来ないな、さすがに来ないな。3回連チャンはさすがに来ないと。さあ、そろそろ、そろそろ来ていいよ。200万切る前に行っときたい、行っときたい。はい、マキシマス、マキシマス、まあ、ガストン、ガストン1回引いてもいいよ。逆にガストン1回引いてもいいよ。逆にね、逆にね。来てしまったスキルマン、やばない？マジで 50% の確率ぐらいで来てるよ、これマジで。だってさ、259万やったから、ちょうど60万やん。ちょうど60万使った。20連したわ、これ20連したんじゃね。そうだね、259万から始めて、199万ので60万使って20連して、なんとトニー・スターク9体出たってことか。やば、やば。何今回の確率、やば、やば、やば。マジ19.46% っていう確率やばない？え、俺はもうがっかりしてたのにさ。マジか、これはえぐいな。はいはいはい、というおかげでね、もうちょっとめちゃめちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいけど、ちょっとガストンも欲しかったなっていう、はい、感じです。ガストンもね、まあ、低確率だったんだけど 3% ぐらいの確率で、まあ、手に入る確率があったので1体ぐらい欲しかったかなっていうところですね。まあ、でもおかげで60万でスキルマンになったので200万余りつつ、しかもスキチケボを1枚も使わずに、まあ、スキルマンができたので、で今スキルマンじゃない、スキチケが多分11枚あるかな、11枚ありますね。で、まあ、ガストンに使うとして、あと何体だ？これ今3個分なんで、これ足すと14個なんで、あと6体、ガストンを引けば、スキルマンになると。なのでね、まあ、ワンチャン来月、スキルマンになりますね。まあ、スキチケが来月、まあ、いつも通りであれば4枚は手に入ると思いますので、はい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 。いいですね。いいですね。はい、やった。今月、でも乗馬ソフィアもね、本当はね、スキルマンにしたかったんですけど、まあ、今回はね、諦める。ちょっとアラジンにちょっと費やしたいんで、コインを。今回はもう諦める。とか、もう確率アップが来てないんで、もう諦めるしかないんですけど、はい、そんな感じですね。で、ガストンがあと14体なんで、野獣。美女と野獣がね、来月来ると思うんで、まあ、その辺でスキルマとか、まあ、セレクトボックスとかで、ラインナップしてくれれば、ワンチャンスキルマと。はい、という感じで、めちゃめちゃいいっすね。いや、嬉しい。だいぶ嬉しい。だいぶ嬉しいよ、俺。いいですね。ちょっと自分、またトニー・スタークのスキルマのね、動画を出しますのでね、ぜひね、見ていただきたいです。はい。あとはね、スコアチャレンジが今週とか、今日からね、始まったので、まあ、その辺もね、ちょっと S ランクを目指してですね、頑張っていきたいと思います。で、ちなみに、まあ、セレクトボックス、こんだけ早くさ、来たんだったらさ、引いてもいいかなって思ってしまうけどさ、そんなに強いのがいないんすよね、この中で。
でミスターインクレディブルを持っていないので、まぁ、ちょっとそいつを一体出したいところだけど、まあピノキオはスキルマなんですけどね、他のはスキルマじゃなくて、まあちょっとね、あまりにも強いのがそんなにいないので、やっぱ今回見送るしかないかな。はい。で、イベントのね、あのスコアチャレンジはこちらか。そう、これはね、確かね、ピンズピンがもらえるんやったっけか。これじゃない。ちょっとごめんね。イベント情報でスコアチャレンジがきっとあると思うんだけど、あ、これか。ここで、そう、アイテムとピンズがもらえるという感じなんでね。まあ、全部 S ランクをね、目指しても、アイテムもピンズもがっぽりね、手に入れられるように、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、という感じで、まあ、今回はね、まあ、260万ね、全部ぶっ込む気持ちで、トニー・スタークをね、スキルマンに目指したところですけど、たったの60万でスキルマンになって、しかも確率で言えば、ほぼ 50% の確率でトニー・スタークが来てしまうという、まさかの神引きを見せてしまいました。はい、皆さん、どうだったんかな？皆さんのね、引き状況もぜひね、コメント欄で、コメントしていただけると嬉しいです。はい。という感じで、まあ、今回動画を終わらさせていただきます。よろしければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。